フェラリシカは、リンツ生まれのオーストリアの女子水泳選手。現役の水泳選手だった頃のフェラリシカは、ASV リンツに所属し、ドルフグレーザーの指導を受けていた。1992年、15歳だったリシカは、100メートルと200メートルの平泳ぎで、初めてオーストリア選手権に優勝した。続いて1994年には、100メートル平泳ぎ、 4 0 0ル個人メドレー、4 x 1 0 0ルフリーリレーで優勝した。1995年にも1 0 0ル平泳ぎ、4 x 1 0 0ルフリーリレーで優勝した。1996年は彼女にとっての全盛期となり、アトランタで開催された第26回夏季オリンピックでは1 0 0ル平泳ぎで5位に入ったものの、わずか100分の6秒差で、 銅メダルには届かなかったが、ロストックで開催されたヨーロッパ淡水路選手権では50メートル平泳ぎで優勝し100メートル平泳ぎでも2位となった。こうした活躍によって彼女は第2共和国最高のヨーロッパ選手権者と称された。1998年にはシェフィールドで開催されたヨーロッパ淡水路選手権の50メートル平泳ぎで銀メダルを獲得した。 1990年代後半の活躍は2001年まで続きアントウェルペンで開催されたこの年のヨーロッパ淡水路選手権の50メートル平泳ぎでは銅メダルを獲得した。この優勝の後彼女は左片側の背中にあった可能性の活躍方園を除去した。2002年末にはバーレンドルフで開催された。 ワールドミリタリーチャンピオンシップの50メートル平泳ぎきに出場して4位となったが、リーザで開催されたヨーロッパ淡水路選手権の同種目では11位に終わり、2003年に現役を引退した。リシカは1996年にリンツのホナウアーシュトラッセ高校を卒業し、クレムス継続教育大学でテレビジャーナリズムを学んで2003年に卒業し、 コミュニケーション学の学士号を得た。彼女は、スポットライトという番組で、スポーツ界のスターたちと共演した。また、青年スポーツの振興にも関わった。2009年、彼女はオーストリア社会民主党から出馬し、オーバーエスターライヒ州議会、第二委員議員となった。ありがとうございます。